国民ラジオ、国民ラジオ、国民ラジオは、ナチスドイツにおいて、一般国民に対するプロパガンダの手段として、大量生産され、低価格で販売された一連のラジオ受信機の総称。ラジオが持つ強大な宣伝力に着目していた、ナチスドイツの国民啓蒙、宣伝大臣、ヨーゼフ・ゲッペルスは、1933年に、ナチスが、政権に就くと、 直ちに帝国放送協会を国営化し、その管轄を内務省から国民啓蒙宣伝省に移して、一般国民向けのプロパガンダ放送を開始した。しかし、こうしたナチスのプロパガンダ政策にとって大きな課題となったのがドイツにおけるラジオ新規の普及の遅れだった。当時、ラジオ受信機は非常に高価であり、 ドイツの一庶民が簡単に購入できる製品ではなかったのである。もちろんドイツに限った話ではなく、世界的に当時のラジオはまだ先端技術が使われた高額な商品の一つであった。ラジオ受信機の迅速な普及が持つ意味の重要性を感じたゲッペルスは、電気工学者、オットーグリーシンクに低コストで大量生産が可能な受信機の設計、開発を要請するとともに、 シーメンス、アイグ、テレフンケンをはじめとする国内電気メーカーに対し、国民ラジオを他に優先して生産するよう指示した。こうした経緯を経て開発された、最初の国民ラジオベイナス -301 型は、1933年8月18日に、ベルリン国際無線展示会で紹介された。キャビネットの素材にベークライトを使用し、 内部構造を簡略化することなどによりコストの圧縮に成功したベイマイナス301型は76ライヒスマルクという比較的手頃な価格で入手可能なモデルだった。後にはより廉価な 35RM のモデルダック3 8型。このモデルは一般国民からゲッペルスの口と呼ばれたも生産された。国民ラジオ計画の進展とともに ドイツでのラジオ受信機の普及は急に進み、1939年にはラジオ受信機を所有する世帯が全体の70%を占めるまでに至った。この普及率は当時において世界一だった。1933年から1939年までの間に製造された国民ラジオの累計台数は700万台を超えている。ゲッペルスは ラジオ放送は最も近代的で最も重要な大衆慣化の手段であると考えており低価格でラジオを流通させたのはその基礎によるものだった。すべての国民ラジオはローカル局だけしか受信できないように意図的に設計されていた。つまりナチスのプロパガンダ放送は聴取できる一方で、例えば英国放送協会。 BBC の国際放送 BB ワールドサービスのような他のメディアは聴取できないように設計されていたのである。国民ラジオでは最後まで短波放送の周波数帯を受信できなかった。また当時他のメーカーの受信機ではチューニングスケール上に欧州の主要な放送局のダイヤル位置が記されていたにも変わらず国民ラジオは最後までそれに追随しなかった。 大抵の場合、国民ラジオのチューニングスケールには、ドイツの放送局のダイヤル位置だけしか記されておらず、低価格帯のモデルには、もともと、チューニングスケール自体が欠落していた。ナチスドイツでは、外国放送の聴取は犯罪であったが、占領された地域のいくつかでは非ドイツ人の市民が、ラジオを聴くことさえ、非合法だった。 後にこの近令は大部分の非占領国に拡大し、大量のラジオ受信機が没収された。対戦後期には、その罰則の範囲は死刑にまで及んだにもかかわらず、ナチスが占領した国の多くでラジオは秘密裏、聞かれていた。近接した国、または地域間に対立がある場合の電波戦略として、後には定番となったジャミングも試みたが、その成功は限定されたものでしかなかった。 プロパガンダの道具としての国民ラジオの効力に関しては多くのことが語られてきた。最も有名なのはナチスドイツの軍需大臣アルベルト・シュペアがニュルンベルク裁判の最終陳述でごっつぎの言葉である。ヒトラー演説が行われた放送の聴取は国民に義務付けられ、どこでどのようにラジオを聴いたかの報告が求められたが、 一方で亡命ドイツ社会民主党のによれば多くの人々が繰り返される縁に飽き飽きしており、ほとんど放送を聞かなかった。このこともあって1934年以降はヒトラーの演説放送回数は半減している。選挙区が不利になるとヒトラーの演説に対する意欲も、減退、回数も減り、1943年2月以降は聴衆のいないラジオ演説が主体となっている。 国民ラジオはヒトラーの演説の叫びを送り届けたが一方の連合国側でもその影響を受けたものではないもののラジオを使ったトップ時期時期のメッセージ伝達が行われていたフランクリン・ルーズベルトの露偏談話は,は叫びではなく話しかけを国民に送り届けた聞く者が音量を調節できるというメディアの性質を考えると生演説では効果的な叫びが ラジオでは必須ではないのである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。